しっかり、相手にの勢いに飲まれないようにっていうところは意識して、まあ、特に最初のところで、まあ、球際強くいったりとか、まあ、そこら辺はチームとしてやれてたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では東京のスタジオお願いいたします。え、何これ言えばいいんですか。え、あのこの後繋がります。あ、繋がるんですか。はい、あ、そういうこと。こちらから聞くというのはすごいですね。遠藤選手、はい、お疲れ様です。聞こえますか。はい、中村です。はい、聞こえます。おめでとうございます。この度はワールドカップ出場、ありがとうございます。今日の試合、前半と後半でちょっとこう戦い方含めて